はい、今日は、公園でヨガをやってます。はい、そしてね、もうすごい開放感いっぱいです。小鳥の声が聞こえて、少し外ちょっと映せます、カメラさん。ちょっとだけでいいです。ございます。というふうにすごい開放感の中でやってます。はい、ではその中で、三角のポーズをやっていきます。足を開いてください。で、両手を開きます。ぐーっと開いてね。で、右足先を右に向けます。左足先を右に角度をつけてください。そのまま右手を遠くに遠くに伸ばします。そう、右手が引っ張られてるかのように、この時左足に力を入れておきます。で、右手を下ろして、どっかつけるとこ、すねでも膝でもいいです。で、ぐーっと上見てね。そう、左手と空を見ます。そうですね、呼吸して、ではそのまま大きく息を吐いて、はい、吸って、はい、吐いて、はい、吸って吐きながら戻ってきます。はい、そのまま両手を頭の上に上げてください。足先を正面に戻します。今度は逆です。吐いて両手を肩の高さに持ってきます。左足先を左に向けます。右足先を左に角度をつけてください。では今度は左手を遠くに遠くに伸ばします。この中指をね、遠くに伸ばしてください。右足に力を入れます。はい、そうしましたら左手を下ろして右手を上げます。そう、右手と天井を見て深い呼吸です。呼吸して、そうですね、この肩をね、後ろに引いて胸を開きます。はい、それでは大きく息を吐いて、はい、吸って、はい、吐いて、はい、吸って、吸いながら戻ってきてください。はい、両手を上げて手の親指をクロスします。足先を正面に戻します。両手を下ろします。足幅を閉じてください。はい、こうやったポーズ取った時ね、空がすごく広い、室内でやるとは全然違う雰囲気なんでね、おすすめです。それでは以上で終わります。